ビジネスの競争原理が押し付けられて、価格競争の中で昨年も全国で約500の事業所が休廃業するという事態になっているんです。しかし介護は人々が安心して生活するためにはなくてはならない必要不可欠なインフラであって、そこで儲けを追求するものではないと思います。介護だけではなく保育士、障害者福祉、こういった分野は社会的に地位が保障されて人員が確保されなければ地方で安心して生活を営むことはできないと思っています。令和新選組はこうした人たちを公務員化することを提言しています。公務員化によって地位を保障すれば地元で介護士を目指す若い世代も増えると思いますし、人口流出に歯止めをかける雇用対策にもなると思っています。少子高齢化、人口減少に歯止めをかける対策を進めてみんなを幸せにしたい。そのために自分ができることをやっていくつもりです。市民の目線に立って皆さんの思いを国政に届ける、そのための御用聞きに徹していこうと思っています。